ットオブビーの皆さんです。ありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。
ございます。セカンドステージ最初の曲は春の動く城メドレーをお送りしました。やっぱりジブリシリーズは人気が高いので、いろいろなアレンジであちこちで演奏されていますけれども、春の挿入曲はやはりすごくいい曲が多くてですね、メンバーも全員お気に入りの曲です。セカンドステージも、気合が入った曲が多いので、ビートオブビー頑張りたいと思います。次の曲に行く前になんですけども、私たちが今日演奏しているサックスという楽器の紹介をさせていただきたいと思います。サックスはですね、比較的新しい楽器で、まだできてから150、60年ぐらいしか経ってないと言われています。もうバイオリンなんかはもう大体500年、600年ぐらい前から、今の形で存在してたと言いますので、それに比べると非常に新しい楽器と言いますね。目的としてはクラリネットやフルートに代表される木管楽器と、それとですね、トランペットやトロンボーンのような金管楽器、その2つの楽器の橋渡しとなるようにというのを目的に作られました。なので見た目がこうすごくピカピカしていて金管楽器っぽいんですけど、でも実は木管楽器という楽器です。また、サックスと一言で言うんですけれども、音の高さによって見た目も名前も実は違うものになります。おまけに音の高さだけじゃなくてですね、音色も違ったりしますので、ちょっとここで一人私たちビートブビーが一曲ずつ、これは私の吹いてる楽器にぴったりの曲と思うものをちょっと一人ずつ吹かせていただきますので、ぜひ聴き比べをしてみてください。順番は音が高い方から順番にいきたいと思います。まずソプラノサックスです。甲斐千鶴が演奏します。今の曲はボレロという、これもまた有名なラヴェルが作曲した、バレエ音楽ですね。本物といいますか、原曲は、オーケストラ向けで、次々に違う楽器が、ソロを今のテーマをですね弾いていくというので、非常に有名な曲です。ではどんどん次に行きます。じゃあ次アルトサックスです。アルトサックスは、渡辺直が演奏させていただきます。名探偵コナンのテーマ曲をお送りしました。昔のアニメはよくこうやってサックスとかの楽器を使った曲が非常に多かったんですよね。まあ、ルパンとかも非常にアルトサックスでかっこよく吹く曲として有名です。じゃあ続きまして3番目に高いテナーサックスです。白坂かなが演奏させていただきます。すごい恥ずかしいです。ちょっと最後外してしまいましたね。今の曲はセントトーマスという、これはテナーサックス奏者で非常に有名なソニー・ロリンズが吹いている、ジャズの、非常に有名な曲を演奏させていただきました。では最後になります。バリトンサックスです。すごいでっかいです。こちらを土屋陽子が演奏いたします。
ね、もういかにも象が歩いてきましたっていう感じのバリトンで吹くと、はい、非常にかっこいいです。今もうお聞きいただきましたように、もう全然あの音の高さも、音の音色も違うというのがお分かりいただけたかなと思います。この中に、この楽器の音好きだなというのが皆さんありましたでしょうか。今回私たちは今ご紹介させていただきた4本の楽器を使用してますが、サックスは他にももっと音の高いソプラニーノですとか、もっと音の低いバスサックスなんていうのもまだまだありまして、まあ、これだけの種類があるので、こういった私アンサンブルというんですけれども、4人などの少人数で演奏しても結構派手でかっこよく決まる、これは非常にサックスの楽器の特徴かなと思います。さて、じゃあそろそろ次の曲に参りたいと思います。ハウルに引き続きまして、ジブリシリーズでお送りします。隣のトトロメドレーをお送りしたいと思います。おなじみ散歩、猫バス、風の通り道、隣のトトロ、今日この場で演奏するのが何だかぴったりのような感じの曲ですね。ではお聴きください。
トトロメドレーをお送りいたしました。やっぱりなんかこの新緑の季節とこの気持ちいい空気にすごい合ってる感じが吹いていてもすごいしました。続きましてですね、の曲のご紹介をさせていただきたいと思います。次にお送りしますのは遊戯という曲です。2013年に放送されました、テレビドラマ家族ゲームの挿入曲になります。こちらの、家族ゲームなんですけれども、すべての挿入曲がサックスアンサンブルで構成されているドラマということで、ちょこっとサックス奏者の間では話題になったりしました。今日ですね、私たちが今までに演奏してきた曲たちは、もともと違う歌だったりオーケストラだったりの原曲があって、それをサックスアンサンブル用にアレンジしたものだったんですけれども、この遊戯という曲は最初からサックスアンサンブル用に作曲された曲になります。もともとの曲は、ソプラノがもう1本いて、全部で5本で演奏する曲なんですけれども、今日は40層でお送りしたいと思います。サックスという楽器の特徴をですね、非常に生かした作りになっていますので、お聴きいただければと思います。
お送りいたしました。さて、時間が経つのはですね、本当に早くてですね、今日の怪物コンサート次で最後の曲になってしまいました。最後の曲に行く前に、私たちですね、本日参加させていただきました。本日のコンサート主催者であるあのろ過甲子園サービスセンターの皆様、運営いただいておりますろ過公園幸せの夜の会の皆様、本当にありがとうございました。また、今日本当にこんなにたくさんの方に聞いていただけるとは思っていなかったので、もうとっても嬉しいです。最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます。今後の活動予定ということで1個だけご紹介をさせてください。お手持ちの今日のプログラムの左下にちょっと記載をさせていただいてますが、私たちの一部が所属する、BLT ジュニアジャズオーケストラがですね、7月9日土曜日に、コンサートを行います。狛江市のヨトバシ地区センターというところで行いますので、ぜひお時間ある方はお越しいただければと思います。では今日最後の曲、いきたいと思います。最後の曲は情熱大陸です。もう改めて説明するまでもない気がしますが、葉加瀬太郎作曲の同名のテレビ番組のオープニングテーマですね。 YouTube で動画とか見ていただくと、もう葉加瀬太郎のそれはそれは熱い演奏姿が見れますので、まあ、それに私たちも負けないよう、情熱を持って演奏したいと思います。あ、最後にもう一回メンバー紹介をしておきます。ソプラノサックス、アルトサックス、甲斐千鶴、アルトサックス渡辺直、バリトンサックス土屋陽子、テナーサックス白坂香菜です。今日はありがとうございました。
他に1曲もやってないのですね。ディズニーのアラジンから1曲フレンドラックミーを演奏したいと思います。もうとにかくノリノリの曲なので、皆様もよく聴いていただければなと思います。では行きます。今日は本当にどうぞ。Thank you.
の皆さんでした。本当に迫真に迫る映像ありがとうございました。もう本当に感動しました。